あら、すんちゃん、どうしたの？眠れないの？お母さん、お母さん、お父さんのお話を聞かせてほしいのだ。あらあら、またなの？すんちゃんはお父さんの話が好きね。いいわ、何度でも聞かせてあげる。お母さんは子供の頃、公園で浮浪者をしていました。若い女の子の浮浪者は珍しく、私は浮浪者の仲間の間で、天使と呼ばれて可愛がられていました。みんなが私に優しくしてくれ、拾ってきた食べ物も優先的に分けてくれました。臭くて、衛生で、冬は寒かったけど、でも、私はとても幸せでした。そんなある日、おい、見ろよ、女の子のホームレスがいるぞ。本当だ、ずいぶんと汚れているな。だけど、なかなか可愛いじゃねえか、へっへへ。なあ、お前、あの女の子とやれるか？バカを言うなよ、いくら俺が女好きでも、さすがに無理だよ。そうか、俺はやれるぜ。マジかよ、だったらやってみろよ。本当にやれたら、次の選挙でお前の親父に投票してやるよ。えっへへ、その言葉忘れるなよ。なあお嬢ちゃん、お兄さんと一緒に遊びに行こうよ。おいしいご飯を食べさせてあげるよ。綺麗な服を着せてあげるよ。やだよお兄さん、気持ち悪いもん。なんだよ、そんなに嫌がることはないだろう。あんちゃん、帰ってくれないか。この子は俺たちの天使なんだ。手を出さないでくれ。へん、おっさん。おっさんだってどうせ、やることやってんだろう。少しくらい回してくれたっていいじゃんかよ。何を言ってるんだ。ふざけるな。あーん、もしかして、この子に何もしてないのか？当たり前だ。浮浪者にも人間の心はあるんだ。侮辱は許さないぞ。おいおいおい。じゃあこの子は木娘かい？へ、一気に興奮してきたぜ。おっさん、10万円出すよ。この子を売ってくれよ。10万円。なんだよ、足りないか？じゃあ100万円出すよ。ほらよ。はぁ、はぁ、はぁ。へへへ、おっさん、俺はもう我慢できないんだ。そこのテントを貸してくれ。うぐ、好きに使え。よし、お嬢ちゃん、行くぞ。いや、やめて、やめて。おじちゃん、助けて、おじちゃん。メタンちゃん、ごめん、本当にごめん。そんな。ほら、来いって言ってんだよ、クソガキ。いやー、やめて。いやー、私の幸せな日々は、こうして終わりを迎えました。味を占めた浮浪者の仲間たちは、その日から、金持ちの変態を相手に、私をたびたび売るようになりました。そしてそのうち、浮浪者たち自身も、私を慰み者にするようになりました。しばらくすると、私はいつの間にか妊娠していました。そして生まれたのが、ズンちゃん、あなたです。ズンちゃん、お母さんがいつも言っていること、言えるかしら？神様はいない。何をしても罰せられることはない。だから、何をしてもいい。そうよ、すべては許されているの。私はお父さんから授かった、癒されることも、報われることもない苦しみを、いつまでも抱き続けるの。お母さん。